今回はゆるキャンの舞台となった山梨県身延町と静岡県富士宮市に3泊4日で聖地巡礼に行ってきました。初めての身延町と富士宮市は本当に素敵なところで感動しました。撮影にご協力していただきました地元の皆様、本当にありがとうございました。そんな感じで今回はゆるキャンの聖地巡礼に行ってきました。前回の動画では港湾キャンプ場、身延駅、本栖高校などを中心に撮影をして動画をお届けさせていただきました。天気にも恵まれて綺麗な映像が撮れたと思いますので、前回の動画もぜひご視聴していただけたら嬉しいです。今回の動画ではなでしこちゃんが行った場所を中心に聖地巡礼をしてきました。主には身延山久遠寺、宇都船駅、アルバイト先の身延郵便局などを撮影しました。そして最終日の4日目は富士宮市に移動して、世界文化遺産にも登録されている富士山本宮浅間大社、お好み食堂伊藤さんなどを撮影してきました。
ちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごいです。市に今来ました。いや、身延で2泊して、で3泊目はここ富士急ホテルさんに今来ました。で明日最終日はゆるキャンのなでしこちゃんが一人でキャンプに行った時の舞台地を巡ろうと思ってます。もうなでしこちゃん大好きなんで、ノクルメンバー全員好きですけど、特になでしこちゃんが好きなんですよ。もうなでしこちゃん最高って感じで、でなでしこちゃんが富士宮を歩いた時のとこを撮影しようと思ってます。いや、とりあえず今日はどこだったかな、身延の久遠寺のお寺さんとロープウェイ乗ったり、あとなでしこちゃんが通学で使っとった内船駅とかを撮影してきました。でももうめちゃくちゃ良かったです。初めて身延行ったんですけど、めちゃくちゃ良かったですね、本当に。いやー、なんかまた一つなんか思い出ができたなって思ってますね。はい、そんな感じで明日も頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よし、すごい綺麗、狭いけど綺麗。
あ、いいじゃん、なんか。うわ、富士山すごっ。富士山目の前。もう富士山がもう目の前にドーンってある、ね。いや、今日今、今回聖地巡礼してて、ゆるキャンのグッズを今ちょっと並べてみました。いろんなところで買ってきたんで、ちょっと軽く並べたんで見てくださいじゃーん、こんだけ買ってきました。こんな感じです。ルルブの本は、本とこのステッカー4枚、ここは犬山ちゃんのバイト先のセルバー身延店で買いました。で、このクリアファイルとかは身延駅の正面にある山梨水晶本店さんで買いました。ちょっと下にお店とかリンクまた貼っときます。栄翔堂さんで身延まんじゅう買ったらステッカーもらえるみたいなんで、よかったら行ってみてください。ここ、これ結構すごくないですか。だいたい1万円ぐらいかな。1万円ぐらいかしありがとうございました。すごい、目の前に富士山があります。今富士山本宮
富士山本宮三元大社に今到着しました。あの、ゆるキャンのなでしこのなでちゃんが、あの、一人で散策する神社ですね。今、ようやく着きました。ちょっと今から、あの、撮影頑張ってきます。頑張ってきます。富士山が超綺麗。綺麗です。なでしこちゃんが食べた五目しぐれを今食べてきました。五目しぐれの鯛を食べてきました。いやもう初めて食べたんですけど、もうもうめちゃくちゃうまい。ほんとうまかったっすね。ちょっとねもう感動的にマジ美味しかったっす。
初めて食べたんですけど、もうめちゃくちゃうまい。ほんとうまかったっすね。ちょっとね、もう感動的にマジで美味しかったっす。ちなみにもう今正面にあるんですか、お店が。もう大混雑で、他のお客さんとかも大混雑で、お昼の1時ぐらいに着いたんですけど、お店に入れたのが大体3時、2時間ぐらい待ちました。2時間ぐらい待ったんですけど、まあでも待った甲斐があったっていうか、ほんと美味しかったですね。もうぜひゆるキャンの聖地巡礼の時は食べに行ってみてください。最高でした。今回はゆるキャンの聖地巡礼に行ってきました。撮影にご協力していただきました地元の皆様、本当にありがとうございました。これからもゆるキャンの聖地が多くの方に愛され続けますように。